おい。おう、なんだお前。どうも、お出かけで兄貴。
また例のソープっすか。うるせえよ、仕事で行くんだ。人聞きが悪い。すんません。まあいい、お前も連れてってやる。もともと空振り覚悟だ。おお、これてめえ人様ん家を覗き見か。あんたらはとぼけんな。とっくに分かってんだろう、清流会のもんだ。落ち着けよ。俺はここで一服してただけだ。誤解させたんなら謝る。ええ、極道に囲まれてそんな不手面してなきゃそれで通ったかもな。分かった、もう消える。それで勘弁してくれ。そうはいかねえ。どういうつもりで覗いてたか洗いざらい吐いてき。遠慮すんな。うちの事務所の中に入れてやろうってんだからよ。こんな遠くから見てたって何も分かりゃしねえぞ。ところでお前、大道寺の人間なんだって。何？やっと驚いたみてえだな。どういうことだ。さっき匿名でメールが送られてきてな。それがこの写真でよ。ご丁寧にお前が大道寺の人間だってメッセージ入れてな。俺らを覗いてるつもりが他の誰かさんに見張られてたんだよ。お前はざまあね。大道寺の人間ってなんだ。そんなのがうちに何のようだ。その写真を送ってきたやつに心当たりは。他に何て言ってた。いや何も。ただそいつの言う通り、お前がこの場所でうちをデバガメしてやがってのは確かだ。おら！おら！てめえ！その写真の送り主には興味がある。だが、お前らに用はない。ここは黙って行かせてくれ。バカが！寝言は寝ていえ！やつが誰か知りてんな。ふざけんな。そういや一応聞いとく。お前ら夕べ不当を襲わなかったか。ああ、何の話だ。だよな。
そんなこったろうと思った。この写真の送り主、メールしてきたのは今日が初めてか。てめえに答える義理があるかよ。確かにねえな。もう俺のことは忘れろ。俺も忘れる。覗きを袋にするつもりが返り討ちにされたなんて誰にも知られたくねえだろ。青龍会の看板に傷がつく。どの道もう二度と会うことはない。騒がせて悪かったな。おい待てやてめえ、このままで済むと思ったのか。おい、なるほど。では青龍会と不当の襲撃は無関係だと。多分な。そっちだって最初からそう思ってたろ。それより花は、誰かが俺を覗いてたことの方が問題だ。そいつは俺が大道寺の人間ってのも知ってる。ええ、匿名メールの差出人ですね。タイミング的に不当の襲撃犯と同じ一味でしょう。つまりそいつがミスター X 本人、もしくはその仲間です。さらに言えば、今この瞬間もあなたは彼らに監視されているのでは。ああ、実は背中に視線を感じてる。ずっとつけられてたようだ。尾行は負けそうですか。やれないことはね。だがせっかくの手がかりだ。もっとうまい使い方があるんじゃねえか。と言いますと？人気のないとこに誘い込んで逆に捕まえる。そいつらを絞り上げてミスター X の情報を聞き出せばいい。つけてきてるのはせいぜい2人ってとこだ。なるほど、確かにあなたならわけないですね。わかりました。私もそちらに向かっています。一応お気をつけてと言っておきますよ。俺に用があるんじゃねえのか。思ったより多かったな。怪我さす気はないんや。おとなしゅうついてきてくれませんか。俺らはもうあんたの正体を知っとります。やっぱり死んだっちゅうのは嘘やったんですな、ゲリオさん。誰かと人違いして。何の話か分かんねえよ。だがお前らが何者かは改めさせてもらう。そりゃ随分虫がええんちゃいます。お前は顔隠さなくていいのか。他の奴はみんな隠してるぞ。俺はあんたの敵ちゃいますわ。せやけど場所変えて話せませんか。ここにはすぐ大道寺の人間も来るんやろ。さあな。やっぱりお前の話は何のことだか分かんねえ。そういうことやったらな、腕ずくで化けの皮剥がしたろ。お前らええな。相手は堂島の竜や。殺す気でかからんとやられんで。気張っていけ。シェーッ。えい、おらー。行くぞ。
やっとお顔を拝ませていただけましたな、キリュウさん。面白い。真打ち登場ってわけか。誰なんだお前らは。今からでも遅ない。あんたがおとなしゅうするんやったら全部話したる。そいつは聞けねえ相談だ。じゃあな。それでこそ堂島の竜や。誰だお前は。俺ら大阪から来ました。八代目近江連合や。桐生一馬やのうても近江くらい知っとるわな。近江のもんが横浜で何してる。決まってるでしょうが、あんたを探しに来たんです。大阪にはまだまだ桐生一馬の死なんぞ新人門がおるっちゅうことですわ。ゆうべ不当で襲ってきた目的は。もしほんまに桐生一馬が生きとったなら、誰かが大々的にその死を偽装したはずや。警察や役所にも顔の利く権力の持ち主がな。であんたの死んだ広島でそんな真似ができる連中といえば、真っ先に浮かぶんが大道寺一派や。そん中であんたとつながってそうな管理者を捕まえたかったんです。あんたが生きているかどうか、もし生きとったらどこにおるんか聞き出すために。花輪のことか。ええ、まずはよそのテロリストのふりしてアメリカ産に金塊の密輸を持ちかけました。多少は怪しまれたでしょうが、気前を手数料弾みましたんでね。そして CIA は俺の読み通り、
日本での金塊輸送を大道寺に丸投げした。そこまでやって初めて俺らは大道寺の実動部隊を引きずり出せたんです。初めから CIA が大道寺に頼るのを見越してたってわけか。そうです。けど昨夜の埠頭にあんた本人がいるのを見つけた。ならもう管理者なんぞに用はない。直接あんたに接触したらええ。その用済みの管理者がお迎えに来てくれたぜ。さすがですね、上流。自分をつけてきた連中を一網打尽とは。ただ確かあなたは相手を二人程度と見積もっていたはずです。結果オーライってことでいいだろう。まださらにお仲間がやってこないとも限りません。すぐに場所を変えた方がいいでしょう。そちらお名前は？名前はまだだ。近江連合のもんだってとこまでは聞いた。では続きは車の中で聞きますよ。時間はたっぷりありますから。なるほど。では近江連合は桐生一馬を探そうとして昨夜の襲撃を。ああ、ただの人違いだってのにずっと俺を桐生と呼んでる。なんぼとぼけだって無駄やで。俺は命じられた仕事を完了させるだけや。興味深いですね。あなたがそれを誰に頼まれたか全部聞くまで返しませんよ。俺の尋問はあんた一人か、花輪さん。それが何か？要するに今桐生さんに張り付いとるのはあんた一人きり。せやな。どういう意味だ？お前は何を？見てたぞ。今バンがわざとあの車に体当たりしてったんだよ。犯人の男。やべえぞ、行こう。一緒に来てください、キリアさん。俺らはあんたに力を貸してもらいたいんや。俺はキリュウって男じゃねえ。だが売られた喧嘩は買わせてもらう。なるほど、大道寺一派に首ははめられとるわけや。せやったらそれは俺らの方で外して差し上げます。何？シシド、やったれ。今ここにおる大道寺はそいつ一人だけや。殺しに何の躊躇もなしか。どういうつもりだ？そういうあんた、大道寺の犬になり果てたんか。何が伝説の竜や。笑わすな。花は離れてろ。みんなあんたが邪魔らしい。そのようで。シシド、どすはあかんで。キリオさん殺してどないすんねん。ほな、半殺しでやめときます。好きにほざいても。行くぞ。あんたの力見せてくれ。行く
さっきから小綺麗な喧嘩やな、キリュウさんよ。格闘技の試合ちゃうんやぞ。俺に勝ちたいんやったら殺さな終わらんで。弾の取り合いにルールなんぞありゃせんのや。暑苦しい野郎だ。ならお前と同じ戦い方で力でねじ伏せてやるさ。試したらどないや。そうや、あんたはそっちのが本性出とるけど、見かけ倒しちゃうやろな。試してみたらどうだ、若造。よっしゃ、第2ラウンドや。楽しませてくれ。楽しませてくれ。
せ。でうら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 ぞ。殺し合いにルールはねえんだろ。老いぼれが俺に勝ったつもりでおるんか。もうええ、時間切れや。ゲリオさん、もう抵抗戦と一緒に来てください。花輪さんが死にます。あのよかったら私から話しても。おう、上流、私の言うことをよく聞いてください。あなたにとって一番大事なものは何か、一番守りたい相手は誰か、そのことを考えれば今何をすべきかすぐに分かります。つまり私のことなど構わなくていいんです。私もプロだ。こんな状況になったのは私です。花輪、クソ、獅子殿、どうせ持って何する気やった。目的忘れんな、車乗れ。せやけど頭、この人たちはアモを見とったな。お前も俺もや。はよ乗れ。足のつかん飛ばしのスマホです。後でまた連絡します。初めからやり直させてください。せやけど余計な真似したら花輪さんはもう生きては帰れ。横浜の海に沈んでもらいます。どういうつもりだ。俺はあんたとゆっくり話がしたいんです。そのために時間も金もかけた。詳しくはまた後で。ここにもそろそろ殺が来る頃や。名前くらい名乗っていけ。八代目近江連合直参、渡瀬組の鶴野と言います。渡瀬組だと。うちの親父はあんたも知っての通り渡瀬勝、近江連合本家の若頭、つまりは実質極道の頂点に立つお人です。あんたに力を借りたいっちゅうも親父の意志や。騒がせて悪かった。すぐに出ていく。誰か血だけ吹かせてくんねえか。ええ、そういうことでしたらこちらへ。すまねえ。
助かった。世話になったな。いや、俺らは別に。それにしてもすげえ喧嘩でしたね。あんたも相手の男もえらい迫力でしたよ。俺たちはもうビビっちゃってなあ。ここはホームレスのたまり場なんです。地域の花つまみですよ。住み着いてんのはみんなここへ来るまでにいろいろあった連中で、例えばほら、あそこのテントの主は最近まで看護師でした。何日か前なんて銃で撃たれた男を見てやってましたよ。銃で撃たれた違いますって。たぐ、こいつすぐに話盛るんだから。いや、持ってねえって。いたじゃねえかよ、頭もじゃもじゃの筋もんが。今もあのテントの中で寝てんだろ。大きな声出すなよ。おっと、見てください。あれ、あんたはもういた方が良さそうですよ。俺らは警察に何も言いやしません。面倒には関わりたくないんですから。分かった、ありがとうな。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。上流、 GPS がこの位置で花輪を見失った。何があったか報告してもらう。すぐ寺に戻れ。待ってくれ。花輪は昨夜埠頭を襲ってきた連中にさらわれた。今そいつらからの電話を待ってるとこだ。おい、報告は寺で聞くと言ってる。そいつを返せ。まず寺に戻って報告だ。花輪のいない間は俺がお前を管理する。指揮系統に従え。身の程をわきまえろ。なるほど。敵は近江連合を名乗っていたと。しかし一方でその裏付けはできてないんだな。本当に連中が近江連合かはお前にもわからん。ああ、そんなことよりさっきのスマホを返してくれ。奴らから電話が来た時、俺が出ねえと花輪がやばい。それは気にしなくていい。どうせスマホは電波を遮断している。GPS でこっちの場所を探知されちゃ困るんだよな。どういうことだ。要するに向こうが電話をかけてもこっちには繋がらないってことだよ。だったらなんでここに連れてきた。状況を報告してもらうためだ。まだ終わってないぞ。誰が質問していいと言った。いい加減にしろ。話になんねえ。それ話にならないわけだ。お前は自分が何だと思ってる。こんなことをやってる場合じゃねえんだ。仲間が人質に取られてんだぞ。奴らだってこっちとの連絡がつかなきゃ花輪を殺す。その代わりこれ以上我々の情報が漏れることもなくなる。何？もう花輪がさらわれた時点である程度は仕方ない。拷問にかけられ何も喋らないなんてまず無理だ。これはお前の責任だな、上流。だがまあ我々は情報が漏れた前提でまた組織を闇に潜ませればいい。あんた花輪を見捨てる気か。何の手も打たねえうちから。あいつが本当に大道寺に忠実ならもう自分の手で自分に始末をつけている。そうでないなら組織をリスクにさらしてまで救う価値はない。そいつは大道寺の方針か、それともあんたが個人的に責任を負いたくねえってことか。知ったような口を聞くな。やれ。初めからこうしてりゃよかったんだ。伝説の極道だったらしいが、結局俺らとどこが違う？同じ日陰者だろ。これからは特別扱いもしない。任務とあらば汚れ仕事はつきものだ。それをもし断ればお前にも沖縄の子供たちにもペナルティを与える。どこにでもいるんだな、無能な指揮官ってやつ。俺の名前は吉村だ。よろしくな。自分の立場を分からせてやれ。時間は好きなだけ使っていいぞ。スマホを返してくれ。電話かかってくるんだ。今ならまだ花輪を助けられる。
我々も好きでこんなことをやってるんじゃないんだよ、桐生さん。まあでもこれから一緒に仕事もするだろうし、自己紹介を兼ねてたっぷり殴らせてもらう。仲間が敵にさらわれてんだ。なのになんであんな奴の言いなりになる。お前らもいつ見捨てられるかわかんねえぞ。かもな。でも少なくともお前よりは後だよ。失礼、お邪魔いたします。何か。皆さんにお見せしたいものが。先ほど桐生さんにお持ちいただいたスマホです。電源を入れるとまずいのでしたっけ。 GPS で敵にこの場所が知られてしまう。だったらなんで切らない。それはもちろん花輪さんを救いたいからです。うえ、おい、何やってる。自己紹介するときはたっぷり殴るのがここの流儀だったな。だったらお互いによく知り合おうじゃないか。上流、てめえ行くぜ。いざとなると暴力で解決してしまう。我々の修行はまだ道半ばですな。あんた、よかったのか。こんな真似したらまずいことに。お気になさらず。私は本物の僧侶ではありませんし、この寺も私もまがいものです。大道寺一派の隠れ蓑にすぎません。それはまあそうじゃねえかって気はしてた。花輪さんを助けてあげてください。実を言うと彼は私がスカウトしてきたんです。かつての私は大道寺の金庫番の一人でしてね、有能な部下が必要だったんです。そしてこんな裏の世界に引きずり込んだ。彼は普段面白みに欠けますが、いざという時には信頼に足る人物でしたので。同感だ。だから
敵にさらわれたまま死なせたくねえ。あんたが持ってきてくれたこのスマホでまだあいつが助かる目はある。それにはまずこの寺を脱出しなくては。すぐに追っ手がかかります。さあどうぞもう行ってください。あなたがここを生き延びないことには花輪さんも助かりません。ああ分かってる。伝説の極道様が逃げるのか？俺たちから逃げらんねえぞ。
今ので倒れてくれると楽だったんだが。いい加減諦めたら。Yeah.
くれ。やってくれたな。花は一人のためにお前は大道寺全体を敵に回した。そこをどけ。俺は能なしの指揮官に愛想を尽かしただけだ。なんだってそうまでして花輪を助ける。あいつだって所詮はお前の監視者だ。どっかで拷問されようが殺されようが別に構わんだろ。俺はもう自分の過去も人生も名前すら捨てている。未来に希望もねえ。こんな人間の面白くもねえ人生を今全部知ってくれてるのはあいつだけだ。ふん、道島の竜ともあろうもんが惨めったらしい話しやがって。今日花輪は極道に銃を突きつけられた時、自分のことは助けなくていいと言った。てめえの命よりも俺や俺の大事にしてる人間を優先してくれとな。そんな男を見捨ててお前らの言いなりになったらその後俺に何が残る。なんだそりゃ。知ったことかよ。そうだな。お前には伝わるわけがねえと思ってた。それならそれで構わねえ。だが俺の道を邪魔するってなら、こっちは力ずくで押し通らせてもらう。そうか、上等だ。やってみな。
しばらく電源が切れてましたが。ああ、今は入ってるだろう。もう花輪さん見捨てたんかと思いましたわ。あいつは無事なんだろうな。ええ、せっかくの人質を殺すわけがない。今から言う場所に来てください。偉人町のスナック街にサバイバーいう店があります。そこでお待ちしてますわ。もちろんお一人でいらしてもらいます。わかってる。ただ到着まで少し時間がかかる。ご心配なく。そちらの位置は GPS で分かっておりますんで、今後スマホは無断で切らないように願います。では後ほど。いらっしゃいませ。待ち合わせなんだ。どうぞ。姉ちゃん、こちらの人にも俺と同じの。かしこまりました。なんでこの店なんだ。ここは一人町で一ちゃん安心な店なんです。いつもはこわもてのマスターがにらみきかしとるんですけど、今日はなんや腰痛めとるらしい。そうなんですよ、ごめんなさい。うん、ええー、てええー、て。案外律儀なんだな、お前一人か。そっちは手下を引き連れてると思ったぜ。目的は話し合いですから、あんたには少しでも心開いてもらえませんと。花輪はまだ生きております。奴のことについてもこれからお話しさせていただきます。お前は渡瀬の命令で動いてると言ったな。だがあいつは今無所にいるんじゃなかったか。前にニュースで見たぜ。俺ら親父からはその直前に命令受けてました。いたらもんであんたを見つけるのにえらい時間かかりましてね。せやけどやっとここまでこぎつけた。あいにくだが俺はお前らの探している桐生一馬じゃない。もうええやないですか。それは見てるうちに大体のからくりは分かりましたよ。あんたは大道寺一派と密約を交わしたんとちゃいまっか。多分その見返りは沢村遥と朝顔の子供たちの安全。大道寺言うたら昭和のフィクサー、黒い噂まみれの秘密結社みたいな連中や。で広島であんたをやったっちゅう陽明連合会はその兵隊です。あんたは連中を叩き潰したが、大道寺と手打ちするには死人になるしかなかった。つまりあんたもそれで納得しとる。なんやったらあんたの方から言い出した約束なんかもしれまへんな。全ては大事な子供たちを守るために。ああそうや、この子ら人質にとったら俺らの言うことも聞いてくれます？やってみりゃいい。そん時はお前らも渡瀬もこの世に生まれてきたことを後悔させてやる。俺の推理は大体合ってたようですね。鶴野だったな。俺が桐生一馬だとして、渡瀬の頼みってのは何だ？それを聞くならまず俺らの頼みを引き受けると約束してください。でないとお伝えできません。花輪さんの命を保証することも。何の頼みか聞きもしねえで引き受けろってのが。もちろん
見返りはご用意させていただきます。もし引き受けていただけるなら、俺があんたから大道寺の首を外してみせますわ。何？簡単なことです。あんたはもう一遍死んでみせたらええんですよ。親父の頼み聞いてくれたら、こっちでもう一遍桐生さんの死を偽装します。今度騙す相手は世間やのうて大道寺一派や。あいつらかてほんまにあんたが死んだ思ったら監視のしようもあらへん。沢村遥や他の子供たち、そらさすがにまた一緒に暮らすのは難しいかもしれんけど、人目盗んで時々会うくらいできるはずや。また会えるようになるんやで、あんたが守った朝顔の子らに。ただしその場合、花輪さんには死んでもらわな。なんだと？桐生一馬の二度目の死や、その状況に説得力を持たせるには花輪さんの死体も必要です。別にええやないですか。花輪は大道寺があんたの首につないどる紐でしかないんや。その紐切って自由になるのに何迷うんです。あんたはもう一遍死んで生き返るんや。桐生さん。